Guten Tag, liebe Zuhörer. こんにちは。つくわまさのりのドイツ文学の森。今日は第22回目です。今日もよろしくお付き合いくださいますようお願い申し上げます。本日もドイツ映画の話を続けたいと思います。今日は東ドイツシリーズの第3回目として、良き人のためのソナタのお話をいたします。この映画は2006年のものですから、制作年としては前回のグッバイ・レーニン2003年と前々回の東ベルリンから来た女2012年との間に位置する映画ということになります。で、東ベルリンから来た女のテーマは自己実現、外的不自由と内的自由。また、グッバイ・レーニンは家族と共同体の再統一、ある愛の物語というテーマでしたが、この映画のテーマは芸術文学の力、人は変わりうるかと言えます。前回のグッバイ・レーニンとはガラリと雰囲気が変わって、シュタージ、国家警察が前面に出てくるシリアスな映画で、後半部にはスリルとサスペンスの場面も置かれています。それでは早速映画のご紹介に入りましょう。映画の日本語タイトルは、良き人のためのソナタです。で、現代は、Das Leben der Anderen。英語に直訳すると、The Life of the Others。他の人たちの生活となります。で、誰にとっての他の人たちなのか、どんな生活なのかが、まずはポイントになります。映画の幕開けでは、物語の時代が1984年であるということ。そして、東ドイツ住民は、シュタージの厳重な監視下に置かれていることが、前置きとして紹介されます。で、映画はそれから5年先のベルリンの壁崩壊後の様子までを視野に収めています。で、ベルリンの壁崩壊は1989年11月9日ですから、実は今年で30周年なんです。この記念すべき年に、しかも壁崩壊と同じ11月にこの番組をお送りするのも偶然ではありますけれども、なかなか興味深い符号ではないかと感じております。それでは、あらすじの紹介に入りましょう。主人公は、シュタージの局員、ウィースラー大尉です。彼は社会主義を信奉し、国家に忠誠を誓う、生真面目で優秀な人物です。映画の冒頭では、ウィースラーがシュタージの拘置所で、反体制活動の容疑者を尋問するシーンと、その尋問の様子を録音テープに撮った、それを教材に、彼がシュタージ大学で講義を行うシーンが交互に映し出されます。で、容疑者は結局自白に追い込まれ、ウィースラーの優れた尋問能力が示されます。しかし彼は自分のそうした行動が社会主義の理念を守るためのものだと信じているようです。で、ウィースラーの講義を上司の上役のグルービッツも聞いていました。彼はウィースラーと実は大学の同級生だったのですが、今ではウィースラーよりも社会的地位が高くなっています。で、このグルービッツはウィースラーを演劇に誘います。演劇界の反体制派に睨みを聞かせるヘンプ文化大臣もやってくるとのことです。上演されるのは劇作家ドラえもんの戯曲、愛の初層です。で、劇場で舞台の上に現れたドラえもんを観察したウィースラーは、彼から反体制的な匂いを感じ取り、自分は彼を監視すると言います。ヘンプ大臣もドラえもんを監視するようグルービッツに命じます。上演後に劇場で行われたパーティーで、ドラえもんは主演女優、クリスタ・マリア・ゼーラントと仲睦まじくダンスに興じます。実は、この二人は恋人同士で一緒に暮らしているのです。ドラえもんはヘンプ大臣と言葉を交わしますが、その中で活動を禁止されている演出家、イエルスカの名前を挙げて、彼の活動許可を訴えます。ヘンプ大臣は、ドラえもんの作品に現れる人間愛と人は変わりうるという信念に触れ、君がいくら作品の中で叫んでも人間は変わらないと言います。人間は変わりうるか否かという問いかけはこの作品の中心テーマです。さて、ドラえもんのアパートの入り口には監視カメラが、
彼の部屋には盗聴器が仕掛けられます。屋根裏には受信装置が備え付けられ、そこでビースラーは盗聴を行います。ドライマンの誕生パーティーの日、部屋の飾り付けをする女優クリスタは、隙を見て、いわゆるドラッグらしき錠剤を服用します。パーティーにやってきた演出家のイエルスカは、ドライマンに、良き人のためのソナタというピアノ曲の楽譜をプレゼントします。ここに描かれる作家や芸術家たちの世界は、ビースラーにとって全く異質なものでした。彼らはビースラーとは異なった生活圏の中にいるのです。つまり彼らの世界はビースラーにとっては異界を意味しています。彼は盗聴を通じて異界との接触を体験することになります。翌日ビースラーはシュタージの建物の食堂でグルービツと昼食をとりますが、その際幹部席ではなく一般職員のテーブルに着きます。これは彼の社会主義的平等意識の表れです。グルービツは数日前ビースラーが目撃したクリスタを家まで送り届けた車がヘンプ大臣のものであることを伝えます。クリスタと大臣は関係しているのです。しかしグルービツはこの情報は記録に残さないよう指示します。大臣に取り入って出世するということを目論んでいるのです。ビースラーは国家のためではなく個人的な目的のために行動するというその姿勢に対する疑問を口にします。それでは本日の第1曲目をご紹介しましょう。映画のタイトルにソナタという言葉があります。後ほどレーニンがベートーベンのソナタ熱情について語った言葉に触れますので、先取りする形でこの曲をここでお聴きいただこうと思います。このピアノソナタを、ベートーベンは1805年頃に作曲したようですが、で、このソナタは悲愴、月光とともに彼の三大ソナタと言われています。身分違いの女性の叶わぬ恋が作曲の動機になっているという説もあるようです。今日はイタリア出身の天才ピアニストマウリツィオ・ポリーニの演奏でお聴きいただこうと思います。大変長い曲なので第一楽章の冒頭部分をお送りすることにいたします。どうかご了承ください。ではお聴きください。ポリーニが奏でるベートーベンの熱情です。三角山放送局。良き人のためのソナタのあらすじ紹介を続けます。ある時、ヴィースラーは留守を狙ってドライマンの部屋に入り込みます。ドライマンはブレヒトの本が一冊なくなっているのに気づき、いぶかしがるのですが、実はヴィースラーが侵入した際にその本を持ち去っていたのです。で、ヴィースラーは自分の部屋でブレヒトの本を紐解き、マリー・アーの思い出という詩を読むのでした。若かりし頃の恋を回想するこの詩は、独身で無味乾燥な生活を送るビースラーを、それまで自分とは無縁であった世界、異界に引きずり込む力を持っていました。この詩が持つ力がビースラーを変容させていきます。ある朝、ドライマンのところに電話があり、活動禁止が解かれない演出家イエルスカが絶望のあまり自殺したと伝えます。ショックを受けたドライマンはイエルスカから送られた楽譜を手に取り、ピアノで良き人のためのソナタを弾きます。弾き終えたドライマンはこの映画のキーポイントとなるセリフを口にします。レーニンは熱情についてこう言った。私は熱情を聞くことができない。聞いたら革命を遂行できなくなるからだ、と。人間はこのソナタを聞いても、本当に聞いてもまだ悪人でいられるだろうか。深い関心を寄せて盗聴するビースラーは、曲のメロディーに触れ、そしてこの言葉を聞いて、心の底から感動し、思わず涙を流すのでした。彼はすでに芸術、文学が作り出す、異界の力の影響下にあるのです。ここで本日の第2曲目をお聴きいただこうと思います。今ご紹介したドライマンが奏でる良き人のためのソナタそのものです。
作曲したのはレバノン出身でフランス在住の作曲家ガブリエル・ヤレド、1949年生まれです。この人はシャンソンやバレエ音楽の作曲を手掛けるほか、数多くの映画音楽も作曲しております。良き人のためのソナタ作曲にあたっては台本の段階から参加しているとのことで、この曲への意気込みの強さが伺われます。少し哀愁を帯びた美しいメロディーのソナタです。それではお聴きください。良き人のためのソナタ。さて、調査報告の遅れに業を煮やすヘンプ大臣は、女優クリスタの監視も指示します。ヘンプ大臣に密会を指定された夜、出かけようとするクリスタをドライマンは引き止め、僕は君が誰に会うのかも、ドラッグのことも知っている。君は自分の才能を信じていないが、君は偉大な女優だ。僕も観客もそれを知っている、と言います。クリスタはそれに対して、この国では権威者や体制に逆らっては生きていけない。あなただって体制に媚びを売っているではないか。彼らは演目も役者も演出家も思いのままに決められる。イエスかのような最後を遂げたくはない。だから私は行く、と返答します。ドライマンはそれに対して、僕はそれを変えたい、だから行くな、というのでした。彼はこの言葉で権力との戦いへの決意を表明しています。で、盗聴を交代要員に任せて外に出たビースラーが、近くの居酒屋に入ると、ちょうどそこへクリスタが入ってきます。彼は思い悩んでいるクリスタに話しかけます。私はあなたのファンだ。あなたは偉大な芸術家だ。芸術家が芸術のために自分を売るのは良くないことだ。自分らしく生きよう、と。異界に共感し、その世界の援助者となっている彼は、監督者からファンへと変容しているわけです。クリスタは、あなたは良い人ね。This isn't good a mensch, と答えます。その夜、クリスタは大臣の元へ行くのをやめて、ドライマンの元に戻ります。彼女の愛を確かめ、イエルスカの死で決心がついたドライマンは、仲間の協力を得て、両親に沿った行動を開始します。西ドイツの週刊誌シュピーゲルの編集長は、赤いリボンのついたタイプライターを密かに持ち込み、ドライマンに渡します。ドライマンはそのタイプライターで、当局が公表を避けている、東ドイツの異常に高い自殺者数についてのレポートを書き、シュピーゲル氏はその記事を匿名で掲載します。ウィースラーはその筆者が誰かということを報告書には記載しません。記事は東ドイツの上層部に強い衝撃を与え、グルービツはヘンプ大臣の命令を受け、血眼になって記事の執筆者を探します。このあたりから映画は緊迫度を急上昇させます。クリスタの拒絶に立腹した大臣ヘンプは、彼女が裏切った協力者だとグルービッツに告げ、彼に命令して違法薬物所持のトガで彼女を逮捕させます。クリスタは取り調べに耐えきれず、ドライマンが記事の筆者であることを告白します。しかし、グルービッツが指揮する家宅捜索では、その証拠品であるタイプライターは見つかりませんでした。ウィースラーの忠誠心に疑いを抱くようになったグルービッツは、彼自身の見張りの下で、ウィースラーに再度クリスタの尋問を行わせます。ウィースラーはクリスタに、あなたのファンのことを考えなさい、とか、タイプライターの隠し場所を言えば即刻釈放する。そうすればあなたは今夜の舞台に立てる。と言って、隠し場所を告白させます。供述を受けて、グルービツの指揮のもと、家宅捜索が行われますが、ウィースラーはそれに先んじて、ドライマンのアパートに急行し、タイプライターを持ち去ります。タイプライターが持ち出されていることを知らないクリスタは、グルービツが自供にあった隠し場所にやってきたとき、裏切りへの自責の念に耐えきれず、家から通りに飛び出し、ちょうどそこにやってきたトラックに、おそらくは意図的に、跳ねられて死亡します。
証拠はないものの、ウィースラーがドラえもんをかばったと確信したグルービッツは、彼に退役までの20年間、地下室で郵便物点検係を務めるよう命じます。しかし、グルービッツがウィースラーの傍らに残した新聞は、ゴルバチョフがソ連共産党書記長に就任したことを伝えています。東ドイツ社会が転覆する兆しが現れているのです。この社会が今後20年続くことはありません。では本日の第3曲目です。今度もベートーベンのピアノソナタです。ピアノソナタ第8番悲愴をお聴きいただきたいと思います。この曲は熱情よりも前、1798年から99年にかけて作曲されたと推測されております。今日はその第2楽章の前半部をお送りします。とても美しいメロディーです。ピアノ演奏は辻井伸之です。この演奏もきっと聴く人の心を揺り動かすことでしょう。ではお聴きください。辻井伸之の演奏で、ベートーベンのピアノソナタ悲愴第2楽章です。三角山放送局。あらすじ紹介を続けます。4年7ヶ月後、ドイツが再統一され、さらにその2年後、ドラえもんの戯曲愛の初奏が再上演されます。客席のドラえもんは、複雑な思いが込み上げて耐えられなくなり、ロビーに出ます。すると、なぜか元大臣のヘンプもそこにいます。で、ドラえもんが、なぜ自分は監視されなかったのか、と尋ねると、ヘンプは、ドラえもんが実は完全な監視下にあったことを明かします。その事実に呆れ果てたドラえもんは、ヘンプに対して軽蔑の言葉を浴びせます。で、家で盗聴装置を確認したドラえもんは、シュタージの文書を保管する役所に行き、自分に関する膨大なファイルを閲覧します。監視報告書から監視者のハーゲーベイ、英語読みすると HGW ですが、ハーゲーベイが自分をかばう報告を書いていたことを知り、それがウィースラーのコードネームであることも突き止めます。そして、ウィースラーが今の仕事であるポスティングに従事している様子も観察するのでした。2年後、ドラえもんの小説、良き人のためのソナタが刊行されます。書店のウィンドウで本の広告を見たウィースラーが店の中でその本を手に取ると、ハーゲーベイに捧げる感謝を込めてと書いてありました。で、レジで店員は贈り物ですかと聞きます。ウィースラーはその問いにこう答えます。いや、これは私のための本だ。以上が良き人のためのソナタのあらすじでした。ここからは映画の解説に入ります。この映画の現代は他者の生、生きるという意味ですが、他の人々の生活でしたけれども、誰にとっての他の人たちなのか、どんな生活なのかがポイントになると放送の冒頭で申し上げました。しかし、映画を見ればこの疑問はすぐに解消します。言うまでもなく、ウィースラーが監視する他者とは、ドラえもんとクリスタの二人です。監視者ウィースラーは、監視行動を通じて、それまで縁が薄かった芸術文学の世界に、彼にとっての異界に直接触れて、その世界から強い影響を受けてしまいます。異界が秘めている力が、監視者を変容させるのです。こうして、人は変わりうるのかという、問いの答えがここに現れるのですが、この変容こそがこの映画の最も重要なメッセージなのです。異界のパワーである文学芸術には人を変える力があるということをこの映画は主張しています。もちろんその変容にはウィースラー自身の素質、持って生まれた性質が預かっています。社会主義の理念に心酔する彼は世俗的な要求よりもいわゆる非世俗的な価値の方を尊重しているようです。それは彼が詩、ポエムですね。詩や音楽という非世俗的な価値に共鳴する必然性を潜在的に備えているということを意味しています。で、彼をまず変容させたのはブレヒトの詩でした。
その詩の第一連を紹介いたします。青い月9月のあの日、プラムの若木の下でそっと僕は彼女を、無口で青ざめた恋人を腕に抱きしめた。まるで美しい夢のように、二人の上の晴れた夏空に雲が一つ浮かび、僕はそれを長いこと見ていた。雲は真っ白で遥か上空に浮かんでいた。見上げると雲はもう消えていた。この詩の主人公は青ざめた恋人を美しい夢のように抱きしめるのですが、そうしているうちに、それまでは彼に見えていた遥か上空に浮かぶ白い雲が消えてしまいました。おそらく美しい恋人のせいで白い雲が消えてしまったのでしょう。この詩の中の情景を、その詩を読むビースラーに当てはめて、詩という美しい恋人がビースラーを魅了し、彼の頭上の白い雲、つまり社会主義の理想を消し去ったと解釈することはできないでしょうか。それほど無理な解釈ではないと思うのですが、少なくともこの詩が彼の変容に関与しているのは明らかです。ついで彼の変容を決定づけたのは、良き人のためのソナタというピアノ曲です。この曲も詩と同じように、ウィースラーを冷徹な監視者から良心的人間を権力から守る者、すなわち良き人へと変容させる力を持っていました。居酒屋でクリスタが、あなたは良い人ね、と彼に言った通りです。ソナタとは複数の楽章を持つ器楽独奏曲のことを基本的に言いますけれども、このソナタが持つ力は、レーニンのベートーベンの熱情を聞いたら革命が遂行できなくなるという言葉や、ドラえもんが人間はこの曲を聴いてもまだ悪人でいられるだろうかという言葉ですでに指摘されています。このソナタは聴いている人を、聴いている人間の心を大きく揺り動かし、その人間を変えてしまいますが、ビースラーもその例に漏れなかったというわけです。それでは本日の第3曲目をお送りします。マリウス・ミュラー・ヴェルステンハーゲン。すみません。ヴェステルンハーゲンという歌詞が歌う、フライハイト、自由です。ヴェステンハーゲンは、ドイツのロック歌手で、この曲は1987年にリリースされました。で、この曲は自由の欠乏を嘆く歌なのですが、東ドイツ末期という時代状況もあって、独裁政治からの解放とドイツ再統一を歌う歌として受け止められたようです。歌詞の内容なのですが、いろいろな条約が締結されて皆はそれを祝うのだが、自由だけはそこにはない。自由だけが価値があるのに、というものです。確かに、当時のドイツの人々の心に響く内容ですね。ではお聞きください。マリウス・ミューラー・ヴェステルンハーゲンが歌う、フライハイト、自由。三角山放送局。良き人のためのソナタの解説を続けます。この映画では、類似したシーンの反復が目につきます。例を挙げてみましょう。まず映画の冒頭部と結末部に全く同じセリフの舞台シーンが置かれています。アルトゥアが死んだ、車輪に押しつぶされて、というセリフですが、冒頭部分でクリスタが口にするこのセリフは、彼女の運命の4時あらかじめ示すこと、4時であり、一方結末部の舞台で主演女優が口にするセリフは、クリスタ追悼の言葉のように聞こえます。ソナタ形式という音楽の様式があります。そこでは最初に奏でられた主題が展開部を経て最後にもう一度出てきます。これを再現部と言いますが、この舞台シーンの克明な再現を見ると、この映画もソナタ形式を踏まえているように思えてきます。克明ではなくとも何らかの変化を伴った反復ということに目を向ければ、さらにいくつかの例を挙げることができます。その一つが尋問のシーンです。冒頭部分でのビースラーは、呵責なき尋問者であり、体制を守るために被疑者を自白に導きます。ところが、
グルービツの監視下で行われるクリスタの尋問では、ビースラーは確かにグルービツの思惑通りに彼女を自白に導きますが、その裏には、隠された事実を知れば、自分は彼女を助けられるという目論みが潜んでいます。尋問の目的が全く逆転していて、ここでは彼は援助者なのです。性格を逆転させた尋問の再現と言えるでしょう。監視者の交代というモチーフもあります。最初はビースラーがドライマンの監視者でした。しかし結末部分ではその役割が逆転しています。監視下に置かれていたという事実を知ったドライマンは、その監視者がビースラーであることを突き止め、そして今度は自分の方が監視者となって、路上で彼の様子を凝視するのです。もちろんこれは彼の処罰を目的とする監視ではありませんが、これも逆転を伴った再現と言えます。さらに、クリスタがシャワーを浴びるシーンも反復されます。このシーンは彼女のみそぎを表していると考えられます。一度目は、車の中で大臣と関係を持った後のシャワーですが、これは汚れた自分を洗い流して、ドライマンとの愛の世界に戻るための儀式と見ることができます。二度目は尋問から帰宅した際のシャワーです。これは一度目のシャワーよりもはるかに深刻な意味を持っています。私はこのシャワーを裏切り者である自分の処刑準備であると解釈します。このシーンで彼女はまるで外界との関係を断ち切るかのようにシャワーカーテンで自分をすっぽりと包み込みます。そしてその後真っ白のバスローブをまとった彼女はその白装束のまま走ってくる車に飛び込むのです。ちなみに西洋でも白という色は禊や死の象徴として用いられます。これは深刻さのレベルを究極まで高めた反復と捉えられます。それでは本日最後の曲をお送りいたします。デイビッド・ハッセルホフが歌う Looking for Freedom 自由を求めて1989年の歌です。そもそもはドイツ人の作曲家によって1978年に作られたのですが、その後1989年にアメリカ人歌手デイビッド・ハッセルホフが歌ってヒット曲となりました。デイビッド・ハッセルホフは1952年生まれの俳優かつ歌手であるという人物で、ナイトライダーというテレビシリーズの主演で人気者となりました。この歌は1989年1月1日にベルリン・ブランデンブルク門の前で50万人の聴衆を集めて歌われたことで有名です。歌詞の内容は、自分は裕福な家に生まれてお金に不自由はしなかったが自由だけはなかった。自由を求めて家を出て長い間自由を探し回っていろいろなことをしているが、まだ見つけていない。いつかは見つかるかもしれないが、まだ見つけてはいない。というものです。人生とは究極の自由を求めて歩む旅なのだ、と語っているかのようです。ではお聞きください。デイビッド・ハッセルホフが歌う Looking for Freedom 自由を求めて。今日は良き人のためのソナタの内容の紹介と解説を行ってきました。冷酷無比な尋問者監視者のビースラーが詩と音楽に触れてそのあり方をすっかり変えてしまうという物語でした。そしてこの彼の変容には彼が持って生まれた性質が関与していました。もしビースラーが詩や音楽が発する何かを受信する感受性を持っていなかったとすれば、彼は東ドイツの政治体制維持に貢献するただの監視者であり続けていたことでしょう。しかし彼の行動を支えていたのは、みんなが平等で助け合いながら暮らすという社会主義の理念、この理念への信仰でした。この点が彼とヘンプ大臣やグルービッツを分けるところです。ヘンプはドライマンに、君がいくら叫んでも人間は変わらないのだと言い放ちますが、これは発言者のヘンプ自身やグルービッツにしか当てはまりません。ビースラーの例は逆に人間は変わりうるということを伝えています。で、以上のことを整理してみると、人間は変わり得る。もし優れたものに出会ったならば、そしてその人間が優れたものを受け止める用意があるならば、というメッセージをこの映画は発信しているということになるでしょう。
確かに芸術文学がどれだけ人間を感動させられるのかという疑問はあるでしょう。けれどもこの映画が語るように、音楽や詩から本当に深い感動を受けるとき、人は心が洗われたような気持ちになります。少なくともその時には人は良き人になっているはずです。また少し違った観点からこの映画を、全体主義的権力体制に取り込まれている人間が置かれた状況の中で良心的行動をとる可能性を考えてみたものと理解することもできるかもしれませんが、それについては今日は立ち入らないでおきます。良き人のためのそなたについて以上のようなことを考えてみました。お聞きくださった皆さんはどう思われたでしょうか。実はこの映画についてもう少しお話ししたいことがありますけれども、残りの放送時間が限られていますので、それは次回に繰り延べたいと思います。どうかご了承ください。そういうわけで次回も東ドイツ関連のお話を続けてまいります。その中で1972年に出版された若き米の新たな悩み、この米というのは英語読みすると W です。若き米の新たな悩みという小説も取り上げて解説したいと思っています。タイトルからお分かりのように、ゲーテの若きウェルテルの悩みに深い関係を持つ大変興味深い小説です。ですので次回の放送もぜひご期待いただければと願っております。どうかよろしくお願い申し上げます。 Also liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.